はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエモンスターズテリーのワンダーランド、一番最初の作品ですねの、まあレトロということで、スイッチでダウンロードをしてやっていきたいと思います。まあモンスターズ3のね、体験版やったらやっぱりドラクエモンスターズめっちゃ面白いなということで、まあ全然覚えてないんだけど、ちょっとテリーのワンダーランドまたやっていきたいと思います。最初から遊ぶ。まあ物語はそんなに見ていかなくてもいいかなと思いますんで、まあ飛ばしやっていきます。メニュー表示っていうのができんね。モンスター牧場確認、設定だけ見よう。 BGM、SE、画面設定、背景、情報表示、移動速度速いにしとこう。操作、まあ、別にって感じか。 OK、まあ、主人公はドラクエ6のテリーですね。テリーの子供の時、なんかミレイユが連れ去られたんで、タンスの中追っかけていきましょう。まあ、名前はそのままテリーでいきます。では魔物を連れていきましょう。スラボー、スライムしかいないです。攻撃力8、守備力5。これ画面変えられるんだよね。やっぱこっちの方が大きいと荒いな。やっぱり文字がだいぶ荒いよね。どっちがいいんだろうな。なんかこっちの方がいい気がするんだけど、ちょっと小さいかな。まあいいや、ここでやっていきましょう。で、最初の旅立ちの扉みたいなとこ、マップ右上に表示されてるね。まあ一応ランダム生成ではあるみたいなんですけど、とりあえず戦闘しよう。まずは戦闘して、モンスターを仲間にしたい。ドラキ手頃だな。倒して仲間にするはずなんで。てか強くねえかドラキ。ダメだ、仲間にならん。でもめっちゃ薬草怒ってんだけど。さあドラキー、肉があればね仲間になりやすくなるはずなんだけどな、倒した時に。てか死ぬんだけど普通、これやばくね。やばい。薬草使おう。まあ一人っていうのがきついよな。やばい、不意打ち食らった。え、これ2とか弱い。薬草って先手で絶対打てる。大丈夫そうだな。なんかちょっと戦闘とか遅くない？もうちょっと早くしたいんだけど。よし、レベル2になった。あ、ヒットポイント8も上がったわ。攻撃力5、守備力6。めちゃくちゃ上がるわ。てかホイミン覚えてほしいけど、それはホイミンじゃないとダメかな。まあとりあえず薬草を手に入れて進んでいきましょう。レベル3、ようやくだな。結構上がらないな、レベル。もうアントベアでいいから仲間になってくれ。一人はつらい。いい経験値だ。あ、やったやったやった。別に名前はそのまんま。よし、アントベアもレベルアップで、ドラキーも仲間にして、これで3人。ちょっとドラキーのレベル2になったら先へ進みますか。今左上の旅立ちの扉がフィールド4分の3なんで、次多分ボスマップだと思うんで、ちょっとここでレベルを上げます。早っ、ドラキーレベル上がんの。これで大丈夫でしょ多分。行こう。ゲーまだあった。なるほど、その4分の4全部クリアしてからボスマップね。覚えた。
僕コイン捕まえに来た。牧場はつまらないから帰りたくない。どうしようかな。ドラキーとかちょっと念のため回復させとこう。右にステータスが乗ってるけど、スライムはまあ平均的で、アントベアは攻撃力特化してるよね。でドラキーは素早さが高いで、ホイミスライム、ホイミ仲間にしましょう。ちょみんなオスだな。誰にしよう。アントベア攻撃力高いっちゃ高いんだけどな。なんかドラキーってなんか覚えた気がするんだよな、魔法的なもの。なのでアントベアと交換で帰ろう。で格闘場へ行けということなので、 G クラスに参加しましょう。ドラキー、アントベア、ドラキー。ホイミンはちょっと攻撃力的にどうなんだろう。でも14あれば全然戦力にはなるか。まあ7与えてくれるしね。これあれだな、タゲを自動で変えてくんない、倒したら。まあ所詮は雑魚だね。これはあれかな、回復はしてないね。モンスターズ3の闘技場は1回1回全回復してたけど、ってことはあれだな、なんかヒットポイントを回復させて次の試合に臨むっていうことも大事になりそうだ。まあ、G クラスはでも楽勝か。ゴーストと腐った死体か。腐った死体がちょっと強そうだな。ゴーストで3、舐め回し、危ねえ。ゴーストの攻撃はそんなに食らわないね。てか今もうやることといえば殴るしかできないかんな。ひたすら殴って、ちょっと待って、ホイミンをスラボをガンガン、ドラキーもガンガン、ホイミン命大事に、これで回復してもらおう。5か。回復しすぎだろ、命大事にしすぎたな。結構レベルが上がってるからかな、楽勝だった。で新しいところへ行けるようになったので行きましょう。ピッキーが出てきた。ホイミン身を守ってる。これ一回一回作戦変えないとダメか。結構食らうな、火力が高い。そしてヒットポイントもそれなり。もう全然上がんなくなっちゃったよ。あ、ラリフ覚えた。キリキリバッタ、こいつはマジで弱い記憶しかないんだけど。ああ、仲間にしてあげよう。キリ、こいつもオスか。みんなオスだな。俺のところにはオナゴは来ない。そして肉が落ちている。魔物の餌、切り株お化け。ワンターンキル。あ、こいつもオスだ。キリちゃん、さよなら。教会に出た。回復してくれた。ファーラット、いろんなやつが出てくるんだ。何、一旦に倒せない。てか一体ずつしか出てこない、まだ敵が。くっつえ、6レベル。ゲー、ドラゴンがいるんだけど。王子様、私を助けに来てくれたのですね。そういうわけではないけど、お城へ連れてってください。持ち上げられない。
あなたはまだ小さい。大きい方をお待ちします。ちょっと待って、ヒットポイントは回復しておこう。3くらいしか入ってないけど。8。薬草何個持ってんだこれ。よし、万全だ。ドラゴン久しぶりだ。客人はお前、もう一回ちょっと寝てろ。ガンガン行こうぜ。命令させろ。特技ラリホー、ガンガン行こうぜ。あ、寝た。2、4。いや、かってえな。まあ寝てる間はとりあえず攻撃あるんだ。目を覚ました。1とかやばい。もう一回寝ろ。よし、いいねいいねいいね。これ炎とか吐かれたら結構きついんじゃないか。いけいけ、殴れ殴れ。会心の一撃14。さすがに目を覚ました。会心の一撃で与えられないダメージが。眠らない、しかも火炎ギリか。痛い。ガンガンのラリフォーの命大事に。寝ろ。よしよしよし、寝る率は高いな。早い、目を覚ますのも早いけど、2しか与えられないんだけど、これ長期戦になりそうだな。ラリフォーいくつ減るんだ。3減るのか、マジックパー的に。与えられるダメージがもうしょぼすぎるんだけど。いやー、寝ないな、寝なくなってきた。火炎切り。ヒットポイントいくつなんだこいつ。寝てくれ。よし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 。なんか言ってたね。勝てる気がしないんだけど。いやー、来た、ヒノイキ。いやー、結構食らうな。気合入れて6で、次が最後のラリフォーか。寝てくれ。最悪だ。ぐわ、ちょっと待って、これ薬草でガン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 命。あ、しまった、薬草使ってない。14で、薬草を使えば3人攻撃してくれるんじゃないか。あ、でもスラボを回復しそうだな。だよね。まあ、トラッキーもそれなりの火力にはなってくれてんな。ちょっともう薬草で乗り切ろう。ここはいけ、トラッキー5。何も起こらないとか無駄すぎんだろ。倒した、強かった。押す、ドランになってる。連れて行こう。え、誰返す。ドラッキーラリフォーが役に立ったかな。で、ホイミン回復役で欲しいかな。ちょっとスラボート変えちゃおう。今までよく頑張ってくれた。いや、お前も強かったよ。ではお次の旅の扉へ行きましょう。敵が2体出てきた。ドラゴン強い、軍隊よりも強いな。しかも寝たし。攻撃力37だ、だいぶ強いな。いろいろ出てきた。これはちょっと炎を吐いてみよう。火の息弱そう。いけ。あ、でも10以上、あ、軍隊より20も当たるわ。まあもういいや、そのまま倒しにかかろう。やばいやばいやばい、何気に結構暗いな。窓ハンドも強いし。薬草が今どんくらいあるんだ。もういっぱいあるの。でも
マジックパワーはなんかあんまり使いたくないかな。強い。なんかたまに気合い入れるよね。ドラゴンがようやくレベル上がった。攻撃力10上がった。やった。コイミンも上がった。スペースめっちゃ上がったな。死んだ。うちのドラキーがやられてしまった。ユールさん。炎を吐く。気合い入れろ、ホイミン。敵討ちだ。いや、ホイミンもやられて死んだ。撤退するしかない。まあ、さすがに、ドラゴン相手に、負けはしない。ドラゴン相手にっていうか、あ、ピッキー。こいつもオスだ。ピッキーにしとこう。連れてきますか。ちょっと一回帰る。金だけ拾って帰ろう。撤退します。他国マスターがいる。ボコボコにしてやんよ。ゲー強そう。軍隊ガニはもう火の息でやんないと多分攻撃が通らないと思うんだよね。いろいろやろうぜ。でラリフォーやってくれっかな。いけ。一体か。まあいいや、眠らせたから。ガッツー13通るな。よしよしよし、それなりに通る。火の息が。ちょっと待って、命大事にしよう。6。キメラ目覚ました。呪いの言葉。何やねん、呪われたって何。呪われたんだけど。全員呪われた。あれ、火の息っていくつ使ってた。恐るべき。5減った。毒みたいな感じなんだ。キメラ連続攻撃。いや、めちゃくちゃ減る。ドラン死んだ、終わった。勝てないな、もうこれ。これどう考えても勝てないでしょ。呪われてるし、混乱した。誰も倒せないんだけど。16とか。いや、もうジリヒンだこれ。倒したけどさ、やばい。5と7。薬草使えばなんとかなったかもしれないけど、ちょっとな。どういけるか。やれるだけやろう。ホイミン威嚇させよう。シップ終わった。しかも何も起こらない。疾風12。強かった。他国マスターやる。私って強かったのね。魔物の餌を奪われた。ひどい。逆走も奪われた。け強盗じゃねえかよ。施されたって。あ、100だからだ。帰りましょう。また撤退だ。ここ難しい。ではリベンジして再仮装。なんか悪棒が来たな。なんかやりとりしてるけど飛ばされた。ここはワンの世界の城塞都市メルキドだね。でメルキドを守っているゴーレムか。ちょっと待ってほしい。通ってほしくない。僕はゴーレムでこの町の用心棒。普通に戦うか。これはでもラリフォー効きそうじゃん。ゴーレムといえば眠らせるからね。まあ一応ガンガン行こうぜ。しよう。ゴーレムには5。眠らねえ。火炎切り。力貯めてるよ。これ眠らせて。これで眠れ。よし、力貯めが無効になったと思う。起きたら力溜まってる状態なのかな。いやでもさ、普通に考えてさ、寝たんだから力は溜まってないよね。ちょっとホイミンがやっぱり火力がないな。アタッカーがドラゴンだけだからな。ホイミンもある程度でいいから火力が出せればちょっと違うんだけどな。なんか防御してたけど全力
4 悲しすぎる。あれこいつなんか起きたんだか寝たんだか分かんないんだけど、あ、寝てるわ。火炎切りてか火炎切りも会心の一撃が出るんだね。で仲間にしましょう。ゴレムスお決まりだね。どうしよう、ドラキー変えるか、せっかくだし。ラリホーだいぶ役に立ったけどね。僕に勝っても町には入れない。ゴーレムが見ている幻の町、入ることはできません。ゴーレムやっぱヒットポイント高いな、68ある。じゃあ F クラス闘技場やっていきましょう。ブーチスライム3体、火力で押し切る。5舐め回し、ゲー、まあいいや、ポイビンだったら。まあまあゴリムスもなかなかの火力をしているね。ヒットポイント高いし硬いのいいな。ヒロイキ楽勝。泥人形とアルミラージか。まあそのままご利用していこう。結構下げられんな、マジックパワー。回復しないからね。まあ火の息は火の息でそれなりに役に立つな。気合い、火炎切りめっちゃマジックパワー使うわ。もうドラゴンのマジックパワーがない。最後はアニマルゾンビ、デスフラッター、一番右がゲー、混乱した、最悪なんだけど。危ない危ない危ない。ポイミン、やばい、回復薬が混乱してる。どうなってる、かなり危険な状況だ。ポイミン命大事にしよう。いやメタパニダンス最悪、ますます混乱したし。いけ、気合い。ポイミン自身のヒットポイントも結構まずいぞこれ。他人が優先か、献身的だ。気合い、気合が乗ってるね。ようやく我に返った。他人が優先だ。ホイミお前もう一発食らったらやばいんじゃないか。ゴレムスとドラゴンは結構硬いから大丈夫だぞ。いや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 、自分を優先しろ、柔らかいんだから。これで自分まあ半分くらいしかないからね、他の2人のヒットポイントと比べて。これめっちゃ気合い乗るな。ルカニー、そろそろ倒せそうな気がするけど。よしよしよし、ちょっと苦戦したな。メダパニが最悪だった。さあそれで F クラスを勝ち抜いたので配合が可能になりました。と言ってもまだレベルが足りないんで配合できないんですけど、まあとりあえず今回の方針としては、まあいわゆる強キャラをちょっと使ってやっていこうかなと思います。まあ当時やってた時はね、もちろんそのネットの情報とかがなかったんで、まあ、自分の好きなモンスターを使ってたような気がするんで、ちょっと今回効率的にやっていくとどんな感じになるのかなっていうのを試していきたいと思います。まあまだレベルが足りないのでね、あの星降りの祠の配合はできないよね。決定、そうだよね、もっと育たんと無理じゃなって言ってきてるんで、まあ、10レベルにならないとできないはずなので、
まあ、それは次回、やっていこうと思いますので、今回はこれで終了したいと思います、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。